日本鹿児島県鹿児島市泉町泉町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町泉町、及び塩見町、鹿児島県鹿児島府下泉町及び塩見町。郵便番号は892-0822。人口は539人、世帯数は286世帯。泉町は、泉町とも書かれる。 1965年より全域で住居表示を実施している。また、住居表示実施に伴う町の再編により町の全部が廃止され、泉町の一部となっている塩見町についても、本校で記述する。町域の東部には東品会場に浮かぶ、トカラ列島の区域からなる自治体である、鹿児島郡都島村の村役場が設置されている。鹿児島市の中部。 城山のふもとに位置しており、天文館と鹿児島港に挟まれた商業地域となっている。町域の北方には、名山町、東方には、本港新町、南方には、住吉町、堀江町、南西方には、大国町、西方には、近世町がそれぞれ隣接している。名山町との境界線上を、朝日通りと呼ばれる国道58号が通っており、 近郊通りと呼ばれる、鹿児島県道214号鹿児島高専が東部を南北に通っている。東部には日本でも三村しか存在しない自治体の区域外に所在している町村役場の一つである豊島村役場が置かれている。現在の泉町は1889年の市政施工時の泉町の全部、塩見町の全部にあたる。 泉町及び潮見町は、江戸時代から見える町であり、共に、薩摩国鹿児島城下下町のうちであった。泉町は、元六年間頃に、埋め立てが行われた、新月寺と呼ばれる埋め立て地のうち、下方原側の一部に置かれた町である。南仙院の門前町であり、天保城帰ず、天保を切り絵ずに町名が見える。潮見町は、文政から天保年間または、 安永年間に名山堀から屋久島、岸木に至る区域一体が埋め立てられ成立したとされ、幕末から明治にかけては、豪商の店が立ち並んだという。泉町の区域と1965年までの町の区域を示した図。赤の破線が現在の泉町を示し、青色の区域が旧潮見町、赤色の区域が旧泉町である。明治時代前期は、 泉町、潮見町ともに平民が多く住んでおり、町人街であった。1878年12月に、鹿児島警察署が泉町に庁舎を建設し移転した。第二次世界大戦の空襲を避けるため1945年に、鹿児島県立図書館に移転するまで設置されていた。 1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が、 施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの泉町及び塩見町は、鹿児島市の町となった。明治後期の塩見町は、倉庫や運輸倉庫が立ち並ぶ港町であった。鹿児島市市第2巻によると1924年時点では、泉町には30件ほどの商店があり、塩見町は全個数に対して、 ほとんどが商店であり商業区域であると記載されている。1956年に大島郡豊島村の豊島村役場が村内の中之島より村の区域外である鹿児島市塩見町に移転した。豊島村は1908年の当初町村制施行後から中之島に村役場を設置しており、 1946年から1952年までのアメリカ合衆国の世政権下、本土復帰後も中野島に引き続き村役場を設置していたが、鹿児島市への船での移動に時間がかかることなどを理由として、泉町に隣接する名山町に村役場を置く三島村役場と同様に村外の鹿児島市へ移転して、現在に至っている。 1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1965年7月20日に、泉町、塩見町を含む中央地域で住居表示を実施することとなり、住居表示の実施に合わせて、塩見町の全域が泉町に編入され、塩見町は廃止された。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。泉町の明治以降の人口統計は以下の通りである。五代、友厚像泉町東部を従環する鹿児島県道214号、鹿児島港鮮明山町との境界線を通る国道58号は、朝日通りとも呼ばれている。国道58号は、鹿児島市から種ヶ島、奄美大島を経て、 沖縄県那覇市に至る国道であり、鹿児島市内は山下町の西郷高森銅像前交差点から町域の北東端にある泉町交差点付近に至る区間の 0.7km が指定されている。かつては鹿児島本線の貨物支線が町域の東端を通っていたが、1984年に貨物支線の全線が廃止された。ありがとうございます。